する。そうなの？え、わからん。何も意識しないで。でっかいなんとかでーす。ヌートバーだよー。え？ヌートバー。今日音楽だけとかできます？できるけど。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。さあ始まりました、デコボコトラベリングのビッグスモール。どうもデコボコトラベリングのカイリト。どうもヤトです。はい、よろしくお願いいたします。そっちが入ってないのかな、そっちが入ってないのかな、ごめんなさい。まあまあ、ヤトです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで ね FM ギナマンも徐々に完成してきておりますけれども。徐々にか、徐々にじゃない、くだってかい、その徐々じゃないよ。ジョジョ立ちとかそういう、あの、スタンドとか。あ、キャンさんがやってたのね。うん、画面越しで見えないからよ。あの、パソコンで。画面越しで。あ、まあまあ、間違ってはないのかな。で、まあ、徐々にね、出来上がった。帰り、こうやって。あ、お前、タバコ臭いって。近くに持ってくな、臭い。一番手に匂い残るから。筆。わからんわからんわからん。この距離ではわからん。もう、あ、臭い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 。くっさ、え、何タバコ浴びてきた。もう俺数字で終わった。いやいや、ちょっとごめん、わからんわからん。今刺してからこう、うん、あの空間でこの狭い部屋で刺して浴びてきてる。ちょ、わからんけど、うん、やめた方がいいはず。一応わからんけどって俺お香みたいな、お香み、そう、乗ってこないで、お香みたいなやつ。キャンさんもうね、経験あるもんね。いやいや、分からんけど。ぶっといハマキ。ぶっといやつよ。ハマキだから3時間ぐらい。ぶっといやつよ。あー、もうなんか渋滞してる。もう本当に。お願い、黙って。ラジオで黙れはないよ。お願い、もう、うるさい。どうしよう、うるさいとか言わないでよ。もう、だって意味わからんもん。キャンさんも映らんとこでなんかチンコぶっといとかこんなしやってるし、お前もなんか意味わからんことずっと言ってるし。疲れたね。ええ、お前、映らないからってよ。さすがだね。え、どこで覚えた、そういう技。お前、スタジオだったらガラス越しだ。お前、どこで覚えた、そんな技は。反射するからってさ、できなかった技、覚えたな、お前。こいつ成長してるぜ。成長じゃないだろ。え？インチキだろ、これは。インチキじゃないだろ。成長じゃないよ。そう、やめろよ、帰り。そうだよ、俺だってスタンドアップコメディのネタ。このボケ一回回収させてから言って。いっぱいやってくるから渋滞する。わかる？気持ち悪い、その動き。何？うん、帰りの匂いをちゃんとつけとこうかなって。もうこいつ何なの、本当に。マーキングと一緒よ。犬ってこと？うん、お前がマーキングしないから、俺はマーキングするんだけど、部屋にね。あの自分の場所をちゃんとここだよって把握させるために。分からん、なんか目痛くなってきた。もう一周どころか何週か回ってさ、本当に意味が分からん。一周回りすぎてるもん、本当に意味が分からんもんだって。疲れたね、今日もね。あ、もうこいつ何、本当にバイトも疲れた。お疲れ様です。嫌すぎる。いえ、まあ、もう別にお疲れ様ですよ。全然、はい、全然ですけれども、ね。俺、頭回ってないよ。もう FM 技能がね、徐々にね、完成してきているということでね。あの、もう、嫌だー。
俺、もうこの狭い感じもすごく嫌。なんでよ、お互い距離縮まってる感じしない？嫌だ、俺キャンさんはもうちょい遠い方がいい。なんでよ、キャン。いいよ、じゃあ、遠く行くよ。俺はこんな証拠ったらどうするの。ええー、あと、やっとけ、こっちに。終わり方わからないんだけど。締め方わからないんだけど。こんなして、もう。いいよ、俺、遠く行っとくよ。あ、ほんとに。ああ、そう、これ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 。ジョジョ立ちね。いわゆる。画面には入るんだ。次から一応鏡持ってきていた方がいいんじゃない？ああ、うん、確かに。持ちでね。は？持ちでね。持ちで？鏡持ちの話？あなたが勝利してください、もう。それいいよね。持ちいいよね。もうあれ、正月も終わったしね。九州もね。今日は終了でーす。お疲れ様でした。勝手に終わらすの？あ、まだ40分。音楽流してください。あと40分はもう。あと40分は全部音楽流してください。はい。嫌です。嫌です。嫌です。嫌でした。じゃあ仕方ない。歌います。歌うの？え？そうなる？帰りが。俺が帰る。歌わないよ。俺は歌わないよ。パチパチパチすな。久しぶりの歌聞きたいけどね。ヒルクライムの大丈夫。俺ここで、ここで、魔法の言葉を、ちょっと。ここで歌ったことないだろ、俺。久しぶりに聞きたい。みんな知らないんだから。じゃあ、でも、カラオケを、もうバイバイもう歌ってないだろ。カラオケを歌った時、前はよくやってたじゃん。ええー、それはだからその、魔法の言葉をだけもらう。君に送ろうまで。送ろう？送ろう、どんな、なんとかかんとかかんとかまで。なんとかかんとかやしも。だって。どこまでよ。今のところどん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 伸びてってるけど、どこまで歌ったらいいの？聞きたい帰りの歌、久しぶりに。でも歌うけどじゃん。うん、ありがとう。魔法の言葉を君に送ろう。どんな問いにもこれで即答。安らぎを与え不安を消し満たす君のその孤独も。いつ俺心配ないぜ、ほんの小さなこと先に求めなくていいから。ほらね、いつだって隣は俺がいる。でもどうしてもしこりが取れない。時に不安がまた君を駆り立てる。曇り空隠したように見えぬ明日へ。離すなと差し出した手、握ったならばいいか。許せ、俺が大丈夫って言えば、君はきっと大丈夫で。もし世界中が君の否定をしても、俺が大丈夫って言えば、君はきっと大丈夫で。辛いならその旅を何度でも。そして世界は君に告げる。あなたはきっと大丈夫って。心を開いた君に世界中が愛をくれる。もう言わなくてもいいね。これで最後大丈夫と。戻った笑顔、そのままの君でいてよ、ずっと。次俺は海の声入れるね。カラオケじゃないわよ。なんか止めれ途中で。お前らが。帰り長いよ。ちんちんしごいて長いとか言うな。いい曲だね。いい曲だねじゃないばよ。いい曲。止めれ途中で。ちょうどいいバランスだね。ちょうどいいバランス。うまくもなく、下手でもなく。なんだろ、その。ちょうどいいバランスがいい。黙れ。黙れ。ラジオで黙ればない。止めれ、早めに。じゃあ、魔法の、でも、あ、やっぱ止めないこうって。ええー、もう止めてくれ。次、次はない。ルーズリーフをね。ない、自由に描いて、いいぜ、自由にやる。あ、もう無理。頑張れよ。もう疲れたし、恥ずかしくなってきた。元石さんのルーズリーフ、うまいよ。お前、耳腐ってんじゃないのか？うまい、うまい。ちゃんとうまい。どこで聞いたわ、それ。最近、作業してて、お笑い劇場のライブの作業してて、うん、流したら全部歌いよって、うん。で、マネージャーが全部撮ってインスタにあげよって。ちゃんとね、うまくないだろ。うまい。うまくないよ。みんなうまい。ちょうどいい。いい、いい、もう、うん、もういい。別に歌で売ってないし、俺。昔。
一時期俺たちもお笑いやめてファンキーモンキーベイビーズみたいになろうぜって時期がかかった。あんな時期はあったなで、うん、俺たちファンキーモンキーベイビーズになりますってアカネに言って、うん、お、いいじゃん、歌もいいんじゃないって聞いて、うん、下手くそすぎたアカネがずっと違うと思うってずっと、うん、あの、命してた。その路線に行かなくてよかったよ、よかった、危ない。うん、もう別にそれで売ってないからな、今はもう。うん、もう、すごくね、昔はそういう路線もね、ちょっと選択肢の中にはありましたけど。うん、全くないからね、今は。懐かしいね。うん、なんで歌下手なのにやろうと思ったのかがわからない。いや、でも歌って、それなりに練習すれば、ある程度の良さにはなるから。いやいや、そしたら。あとはもう気持ちよ。ファッション。どこまでいけるかっていう話ね。お前まだちょっとやりたい気持ちあるの？ええ、もう全然。いや、ファッションって言ってるか。ええ、だからそのある程度練習、若いうちはね、ある程度やっぱその可能性がありますから。はいはい。どの道にもね。あるね。だって別にさ、そんな上手くない人もいっぱいいるわけじゃない？うん。売れてる人の中で。うん。なんかその、努力すればそこまでいけそうだなぐらいの人もいるじゃない？でもその人たちってなんで売れてるかって言ってやっぱ気持ちなんですよね。ファッションって言えよ、お前。パン気持ちで迷うなよ、お前。ええ、気持ちなんです。気持ちなんね。ファッションじゃなくて気持ちなんです。気持ち。ファッションは情熱。あ、情熱、あ、そうか。まあ、この。やらさんかどっちか。やらさんは違うはず。どっちかな。うん。別にやらさん歌うまいかどうかもしれないし。あの人歌ってるの見たことないし。いや、歌はいいですよ。だから、まあね。若い人たちはいくらでも未来がありますよって。頑張ってください。あ、シンガーソングライターさんとか。そう。こう未来を目指して若者たちに向けて、今ちょっとあの、なんか。いや、あの歌聞いて、あ、そうだなって何なんだろう。頑張ってくださいって。まあ、ほん、もう歌わんよや。俺めっちゃ好き。なんだばそのバカにした感じも。え、愛してるよゲームしないよ、二人。しないよ。愛してるよってやらない。しないです。やろう。やらないです。なんで男同士で愛してるよゲームすれば気持ち悪い。そういうネタやりたいわけよ。嫌だ普通に嫌だ。俺がずっと照れるっていう。なんだろその気持ち悪いネタ。誰が見るばそれ。いや、だってお客さん来てるんだからもう。もちろんもんでしょ。扉閉めるよ。お客さんももうあのなんか、意味わからなくなるはずよ。途中から。あ、ごめん。いや、別にいいけど。FM 機能は何してもいいんだから。方がない大丈夫だから、うん。もう俺そろそろ歌流そうかなと思って、自分で。こっちから。アマゾンミュージックでこっちでずっと音楽流してから終わらそうかな。キャンサーもいないからな。そう。こっちのもんだもんな。勝手に曲流してから終わらそうかなしてるよ、一応。はい、なんかいっぱい来てるね、コメントね。ゴー、うん、まあ、さん今日元気だね。9割ぐらいゴーさんの。今年は大丈夫って来てる。うまいね、やっぱりね。大丈夫じゃないよ。ありがたいね。うん、まあ、その、いいよって意味の大丈夫なんだとは思うけどね。そういうことね。わ、うん、かる。何が？俺の友達、大丈夫で勘違いしてた友達がいた。うん、まあ、日本語難しいですから ね。うん。いい、オッケーっていう時の大丈夫と、違うよっていう時の。告白して大丈夫を、そのオッケーの大丈夫と思って、うん、彼の中では一週間付き合ってたことになってた。ああ、でも、うん、まあ、相手も悪いかなと思うけどね、それは。そう、ね。大丈夫っていう答え方がおかしいさ。まあな。好きです、付き合ってください。ああ、大丈夫ですっていうのは、うん、なんか、返しとしてはやっぱ、ちょっとおかしいじゃない。その相手側の日本語力の低さもやっぱあるし、その日本語力低い相手を好きになってしまったそいつも悪い。俺の親友はお前何言ってんのお前。どっちも悪い。うん。どっちも悪い。俺の親友は天才だ。告白するってことはそいつも日本語力が低いから告白するわけで、同じレベルだと思ってるから告白するんです。だから、どっちも悪い。どっちも悪いか。うん。帰りが言うんだったらそうかもしれない。どっちもレベルが低かっただけの話だから。うん、じゃあその友達向けてもう歌ってもらっていい？いいよか。大丈夫じゃないわよ。大丈夫じゃないばよ。そいつら大丈夫じゃないばよ。どっちも。恋したいね。どういう話の振り方よ。恋したいね。恋したいねえじゃないば。恋しに行ったらいいさ。だから、違う、したいねえじゃなくて、恋する機会をもっと作ったらいいのよ。自分から。帰り。何？俺たち隠してるじゃん。何を？俺にも言わないでしょ？彼女できたっても。いや、できたら言うよ。本当に？できて聞かれたら言う。聞かれたらでしょ？うん、だって別に俺自分、もう、これまでも俺自分からそんな言ってないもん、もう別に。周りの人にも。あ、そうなの？もう、だから、何回も何回もこのラジオで言ってるけど、俺周りから聞かれたから、いるときに、あ、いますよって言ってるだけで。今は？いないって。なんで絶対嘘って。絶対嘘だよ。こんなに忙しいのにネタ合わせもできないの、これはもう嘘だよ。忙しいからネタ合わせできないのは当たり前じゃないか？
こんなに忙しいのに、逆にだから彼女と時間とかないでしょ。うん、それはもう、あれ、追加してるみたいなもんで。何を言ってんのかわからないけど。俺も気を使う。シンプルに、その、まず遊ぶ時間がないから、そうだよね、今ね。うん、だ別にその、まずそもそもプライベートの時間がないわけよ、ほぼ。あ、まあ。そもそも、まあ、バイトが入ってるか、まあ、その、お笑いが入ってるか、なんかそういう、ちょっとイベント系何か入ってるか、で、やっぱ、どこかで絶対何かが入ってるから、そうだね。まあ、一日休みの日はもうほぼないし、まあ、そんなもんじゃん。結局。いやー、ま、最近マジで、ね、あれ、丸一日の時間がないな。うん。まあ、そもそもそんな時間がね、ずっとないわけですから。そんな中でね、もう、それはもう、彼女を作る暇なんてなかなかないですから、ね。出会いもないもんな。うん。あなた出会い作ったらいいわけよ。どうやって？マッチングアプリとかあるじゃん、今の人。マッチングアプリ。やったことないでしょ、だって。ないよ。やったことないからこそ、なんか一回そういうところ踏み出すのもありじゃない？もういいえ。違う、だって、恋したいんでしょ？うん。きっかけはやっぱどっかで重要さ。そっか。なんかそれを、ちょっとなんか変に、お高く止まってるではないけど、うん、ちょっとその、いや、マッチングアプリとかはさ、みたいな言ってると、うん、一歩踏み出せないわけよ。やっぱその、もう一歩、ちょっと恋愛が今もう、ここ目の前にあるとする。うん、今、ずっと足踏みしてる状態。足踏みしてる。一歩目、うん、マッチングアプリっていう、一歩目がある。でもそれを今踏み出せないでいるわけ。いや、難しくない？マッチングアプリ。いや、だからその、まあ、もちろん。帰りもやったでしょ？で、大変だったでしょ？向き不向きはもちろんあると思う。人に帰りはダメだったんでしょ？俺はちょっとあんまり。じゃあ俺はダメだよ。帰りがダメだったら。じゃあ俺がダメだったからダメだったとかないのよ。うん。やってみないとわからない、それは人によって。俺がダメって言えば。ちょっと語呂悪いな。お、咲いてきたね、帰り。咲いてきたね、じゃないわ。俺咲いてないですよ。なんだろ、それもう。じゃあダメじゃん、もう。今日はダメじゃん。もう。ダメ、ダメ。あいつ咲いてるように見えて、咲いてないな。咲いてないよ。咲いてないよ。なんでダメダメって。どこから何が出てきてそうなったの今。りょうちゃんはやりまくってるのにどうしてってきてます。そうですね。やりまくりたいですけどね。だからマッチングアプリ始めたらいいさって。やりまくる目的でマッチングアプリしないよ俺は。うん、だから普通にコーヒーをするために、じゃあやったらいいさ。マッチングアプリをまずは。始めてみて。いや隠れてでいいから、お願い。言わんでいい。やっても、始めたってこと言わんでいいし。あ、ほんとに？うん、その内容とかも何も言わんでいい。教えなくても。そしても帰りにも教えなかったら意味なくない？何も教えなくていい、俺には。じゃあ、意味ないやっしょ、お前。どっかのタイミングで、一回やってみるって約束して。お願い。そうしてくれたら、もう俺は安心する、ちょっと。なんで安心すんの？違う、だってもう、そういうなんか一歩を踏み出すのが大事だから。うん、そうだな、帰りに言われた通り、ずっと一歩踏み出してない感じですか。そう。だから俺にもう何も教えなくていい。うん、もう。だからなんで教えなくていいの？始めたよとか言わなくても。そしたら、全然わからんやし。言わなくてもいいし。で、お前はどうせりょうとは、マッチングアプリ始めてないだろうなって始めたとしてもよ。うん。ずっとそう思っとくんだ。そう。だけど、言わなくていい。全然俺やる気出ないよ。言わなくていいから。全然やる気出ない。大丈夫。もうやる気出ない。今で。いい。俺には、何も伝えなくていい。いや。意味ないって。言わせてよ。いや、言わなくていいよ。言わせてって。なんで言うっていうことのハードルができちゃうから、そしたらわかる？でも言わなかったとしたら、うん、お前どうせ俺、やってないってことになるんでしょ？ずっと疑ってる。だからどっちもどっちばよ、俺。今。なんでかな？俺めちゃくちゃいい提案してると思う。全然良くないよ、この提案。嘘。めちゃくちゃ俺もうどっち。帰りがマッチングアプリやって。で、俺もやるから。うん、俺は一回やったさ。いや、違う。お前、それもどうせ逃げてるんだよ、それ。一回やって。逃げてるんだよって俺が言うのもごめんね。いや、本当に言う。誰が言ってるばってなるから。知らん。一回だ、俺は始めて、うん、ちゃんと一ヶ月やりました。で、うん、ちゃんと連絡も取り合って、ね、会った方もいます。うん、LINE も交換した方もいます。まあ。でも、ちょっと俺からしたらちょっと違うかなっていう方ばっかりだったので、うんまああんまりちょっと肌に合わないかなっていうね。マッチングアプリね。だから電話とかもした人も何名かいらっしゃる。マッチングアプリ電話もできんの？いや、LINE 交換してね。ああ、なるほどさ。電話した方もいますし。ああ、わかんない。マッチングアプリ内でできたんかな？ちょっとそこまで覚えてないけど。そういうのもあるでしょ、今ね。まあだから、まあいろいろやりましたけど、僕はちょっと、うん、
ああ、なんかちょっと違うかなってなっちゃったので、うん、まあだからちょっと一回、りょうとにはやってみてほしい。で、感想はどこにも言わないでもいい。って、お前にも言わないでいい。言わないでもいい。違う、言ってもいい。わかった、そうだ、言ってもいい、うんうん。言わなくてもいい。じゃあ言わないかな。あ、それでいい。うん。それでもいい。ね、だって俺に言うっていうハードルができちゃうから。あるからな。そうそう。言わなくてもいいんだよな。そう。で、俺やって。うん。で、もしダメだったとして、ああ、ダメだった。で、思えばいいんだよな。そうそうそう。で、帰りはその時どう思って、ノーネのこと。こいつマッチングアプリも始めないでからに。意味ないわけよ、だから。だから、全然意味ないわけよ。早く始めれって思ってるよ、その時。で、始めたよって言ったらどうせ、お前は、あん、こいつ強がってるだけで、出たー、りょうとの嘘、出たー、強がりー、で、終わるんだろ、うん、で、俺が、うん、帰り、マジで、マジで。りょう、マジ帰りって言って、ちゃんとスクショ見せても、うん、出たー、りょうとって、絵も描けるし、編集もできるから、うん、これ、合成だなー。ちょ、じゃ、マジ、帰り、電話もしたって、うん、録音もした、ほら、うん、って。出た、今の技術だったら声も変えれるしな。じゃあやらんよや怖怖怖。俺、そこまで言ってない。じゃあやらんよ、そんなして言うんだったら。そこまで言ってない、俺。そこまで言ってないよ。で、デート行きます。デート行ってから。うん。あ、なんか、カリさん、ファンの方が、あ、りょうとさんなんか女の人と歩いてましたよ。うん、出た、どうせ妹だろう。まあ、まあ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 、妹とね、どっか行くと。ことあるけど、うん、写真も撮ってよ帰り、うん、でも出たーこれも構成なんだろう、なあもううまくいかないよ、何も言ってない何も言ってない俺何も言ってないけど、どうすればいいよ、怖い怖い怖い、言われたら俺、いや違う違う、俺何も言ってないもん、相方が何も味方だと思って、俺何も言ってないよ、俺まだ何も言ってない、でも差し伸べてくれよ、何一つ言ってないよ俺、怖い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 、どうすればいいよ俺、ええ違う違う違う、どうすればいいんだよお前、どうどうすんの怖い俺は、俺はどうすればいいのかい、だから、全部俺やったよ、今。じゃあ。シチュエーションやってよ。お前のタイプもわかるから、うん。気持ちを、お前の気持ちも、どうせ。うんうん、あ、出たー、出たー。思ってたんとちょっと違うけど、俺が。絶対、俺が思ってたん絶対そう、絶対そう。違うけど、わからんけど、じゃあ、もう、だって、じゃあ、ネタ合わせとかしてるときに、うん、迎えに来て、まあ、麦の来てから、うん、で、おりょうと今日車はって、うん、あ、車持ってきてない、彼女っつって、うん、彼女紹介したとしても、お前どうせ、ああ、今の時代はレンタル彼女とかもあるから、こいつもうレンタル彼女になでもやったんだなみたいな。思わないだろ別に。よくナンバーみたいな例って書く、あ、レンタカーこれ。レンタル彼女なんだなぁ。レンタカーできたらさすがに疑うよ。いや、わからんさぁ。あ、まあまあ、県外からね。県外のかもしれない。そしたらお前どうせ思うんだ、ね、絶対、県外まで、で、呼んで、レンタル彼女やってんだなぁ、別にそ、そんな、俺は。皮肉だね本当にね。そんなひねくれてないよ。ひねくれてるよ、お前は。さすがに、本物見たらもう、ああ、そっか、ってなるだろ。それとか、まず。そもそもレンタル彼女なんてこの世に俺はないと思ってる。そんな格好職がない。ないね。ない。みんなちゃんと彼女できて付き合ってる。あ、そうだね。そんなレンタル彼女なんて。そういうのは違うよな。そうそう、もう本当に、あの画面の中の世界の話。画面の中な。俺が間違ってたかもしれない。そんなことないから。これは違うな。うん、大丈夫、大丈夫。信じよう。うん。じゃあ、はい。付き合うまで行ったらじゃあ帰りに報告したときはちゃんと反応してくるな、帰りは。あ、まあそうだね。最初に、俺も不器用だから帰るよ。俺彼女できたって言ったらどんな、うん、お前はどんなしやってくれるの？あ、本当に？ええー、もうダメ。はい、顎引きつってます。こいつの癖。こいつネタ合わせとかもそうだし、ボケとかあんま気に食わんときこんなするわけ。ちょっと顎をちょっとだけずらすわけよ。してないよ。とか、あ、こいつちょっとなんか持ってるなって顎が。してないよ。うん、もう。本当？これもおかしいな。リスナーさんが聞こえます。いやいや、リスナー。ちゃんです。怖さよや。うちの友達が聞いた。こんなところから出てきた。本当？いや、マジで？うん、お前出た。こうやって、はいはい。帰りは何？俺と喋るとき、こんな高い声出しません。ああ、いやだからそれはだからその彼女ができたっていうこのやっぱゆっくりとか嬉しい嬉しさとか、そうそうそう。がもう10年間ぐらい彼女いないから、うん、君ってやってくれよ。ちょっとやっぱりあの、驚きがやっぱ強め。驚きが強くなると、だから、おおってなるじゃん。お前の、お前だって、帰りちゃんと、お前を、
お前って感情ないさ。ないわけないだろや。あるだろ。感情はあるよ、ちゃんと。全部嘘さかい。嘘じゃないよ。俺は、推しの子か。ちょっと説明し。え詳しくいい？なんでなんでなんで？なんでそれ？星野愛香の方がよかった？嘘で全部塗り固めて。足立梨花のインスタライブ見てくるわ。足立梨花のインスタライブここで流して。今のトーク楽しかっただろ。こういうところが仲間じゃないよ、本当に。どういうことどういうこと。推しの推しの。あ、推しの子、ね、突っ張りの推しの。ほらね、感情ないでしょ。いや、もう、こういうことよ。あんまり無理しないこうと思って。感情ないってことは。違う、感情ある。うん、俺はだから今、いや、だって、ネタとかもそうじゃん、舞台室で。ちょっとネタしよう。で、出囃子やった。どうもーって。そんな感じじゃないだろ。そんなじゃないだろ。普通にめくらんじゃん。いや、帰り、これ彼女できた。おー。あ、いや、ね、今、ちょっと行く。うん、そう。え、ま、嘘じゃないの？あ、うん、ほんと。じゃあ、その、なんか、証拠みたいな、なんかないの？できたっていう証拠みたいな。一応、うん、俺マッチングアプリやってて、これ見て。いやー。ゆみちゃんって。ゆみちゃん。ゆみちゃん。ほんと？いや、一個上。一個上。うん。一個上。ああ、いや、でもなんか、ちょっと編集っぽくない？りょうとできるし、そういうの。帰り、違う違う。ちゃんと見て、ほらほら、うん。よく見て、これ。だって俺と一緒のツーショットだよ、これ。だって。いやでもなんか、ちょっと、やっぱ、枠線、ちょっと見、分かった。俺、動画見て。ほら、一緒に、チラオム水族館行った。ああ。ほらね、ほら、ジンベエザメが、ほら、餌食べてるとこ、ほら。ちょっとグリーンバックお前もいいお前はもうお前はもういいもういい俺、お前逆に寂しくないか俺、グリーンバックで彼女いる設定で。うわジンベエザメ餌食べてるよすごいうわーってやってる、お前気持ち考えろよ、お前。元映像見ながらね。お前、隣母ちゃんの部屋なんだお前。俺の部屋。知らんけど。お母さん泣くよ、俺が。夜中にグリーンバックあってか。うわーうわすごいジンベエザメが餌食べてる、ユミちゃん見てーみたいな。で、ワッフルとか食べてからグリーンバックって、そっときっちり変わるよ。すいません、イチゴ美味しいです。ユミちゃん、これ、イチゴ。寂しくないか、お前、これ。死に恥ずかしいよ。いや、お前の家の間取り図知らんけどさ、それは。お前、お母さん心配なの？俺が親だったら泣くよ。泣くだろ？一応。まずなんでグリーンバック買ってる場合になるからな。わざわざ。嘘つくためでしょ。練習もして。彼女いる嘘つくためでしょ。まず、そしたら褒めれよ、逆に。お前、褒めれよ。これグリーンバックじゃない。いや、お前、こんなんまでして、俺を喜ばせようとしてくれたの？うん、ありがとね。ああ、なるほどね。その編集技術とかやっぱ褒めた方が良かったんだ。だから、例えば、ほら、見て、うん、俺、子供の国ってか、これ見て、これ。ほら、ゾウ、これ。でもちょっとこの映像なんかめちゃくちゃグリーンバックっぽくない？いやいや、違う、これ本物だよ、これ。絶対編集してるし。俺、ゆみちゃんもいるもん。いや、だってもうすごいなんかちょっと、動きがちょっとずれてる感じするもん。いや、俺、ペンギン、これ見て、見て、これ、ペンギン。うん。ちょっと柵になんかあれなってない？大丈夫？めちゃめちゃ、なんか。ねえ、喧嘩しよう。喧嘩しよう、ね。いや、でもやっぱすごい。いいのよ、切り替えるなよ、全然違うよ。編集技術とかやっぱ。お前、下手くそな切り替え方だって。あと、それで、やっぱすごい。褒めてくれようとし、ね、褒め、嬉しくさせてくれようとしたんだ。うん、全部イラつく。全部イラつく。でも、そんな感じってことでしょ？じゃあもういい。お前はもうダメです。俺は結婚式お前を呼びません。じゃあ、リモートで参加させてください。お前、リモートでやったらまたあれだろ、どうせ。これ、ドッキリだ、これ。むってこいつ、両とかできないもんって。うん。それお前全部乗っかってるんだよ。みんな親戚の前で。そうそうそう、ああ、やばいやけったね、両との相方。そうそうそう、やばい相方だって。俺あれ、余興やるところのステージのでっかいスクリーンでそれやってる。余興が邪魔だわ、お前。余興やってるのか、お前。ほんと余興やってるわ、これ。最悪だよ。幕開いてんだろ。くんな！ズームで参加すんな！来い！ほんとに幕開いてるか、この鍵当て風。大丈夫か？来いよ！って言う。お前、ちゃんと鍵当て風までそんな、全部エキストラ作ってんだったらお前や。ね？ねよくないよ、ほんとに。だったらちゃんと俺頑張ってよ、お前。合コンとか行くわ、そのお金で。すごい。エキストラに反応する方がいました。
一人だけエキストラの中にキャンサー混じってて、ね、影あいてる。お前なんど、キャンサーも来てるの俺だけとかね、並んだらどうせお前。うん。あ、キャンサーもエキストラバイトもらってんだ。そうそうそう。そうそう。昭和史以来だなぁ。昭和史以来のエキストラのキャンサー見たなぁって。知らんよ、やるよ、俺。一応最後にやったの映画だからな。ほら。ごめん、そんな映画知らないからさ。クジラ島の忘れ物って映画だから、ね、ごめん、なくなってくるよ。昭和史のキャンサーしか知らない。森崎ウィンさんと一緒に話したからな。すごいよなぁ。じゃあ、俺はそれ知らないから。うん。ちょっとね、今日勉強不足だったんですけど、昭和史以来だなぁと思って、っていうのを、ちゃんと言う。スクリーンから。ちゃんと。俺、今、わざとい、いろいろさ、会員の、お前、もう、どうせ彼女どうぞこうのだろうって言ったけど、うん、俺、見せないかもしれない、お前。俺が悪いよ。俺が全部作った妄想をやったけど、俺はもう、お前に、絶対見せないかもしれない。どうせだって、うん。あこいつ、もう、うん、お前のあた、お、あ、お前嫌いになっちゃった。やば。急に。急にいや、俺がいるの。あ、そうだね。ギャンさんがいるから。うん。ギャンさんにいろいろ言ったらいいよ。俺はずっとまだいないばって言っとくから、そんな横で。彼女いるのに、うん。うん。彼女いるのに。うん。こう見せるよ。怖い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 。怖い。え、もう、怖い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 。何どういうこと彼女とこうや。ああ、こうやってやってんの。うん、ちょっとやめてほしい。どっか別のとこでやっててほしい。目の前でやらないでほしい。カイリーの昔のキスの写真とかも見たことあるけどさ。うん。俺のキスの写真って見たことないよね。あー、ないかも。だからそもそもそんなりょうたんさんの彼女とみたいな写真を、俺はあんま見たことない。だから、うん、多分ずっとお前が合成と思ったままになりますね。どうせね。うん。だって俺もう、だから結局高校の時付き合ってたのももう嘘かなってちょっと思ってるもん、今。絶対タイムマシン作る。決めた。いや、違う。そこで決意するもんじゃない。絶対タイムマシン。ええ、決意するタイミング間違ってるから。前の両手に。いや、ちょっとごめん。お、元カノかいって。元カノだよーって。元カノだよって言うの。またお前が、絶対嘘。で、俺とお前が喧嘩なって、前の両手が、あ、デコボコって、10年後こんなんいや、その頃、デコボコって知らんだろ。その頃のりょうと。いや、だって、コンビ組んだ時は、うん、ギリ彼女いたよ。あ、一人いたか。うん。あ、ごめん、その前の彼女の想定してた俺。ああ、その前の彼女もだって知ってはいるだろ、お前と仲良かったんだから。いや、でも、付き合ってる当時は、コンビ組んでなかったでしょデコボコって。まあまあ、でも、カイリーとはいたからね。そう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 。だから、デコボコって、ては思わないさ、その当時の様子はな。わからんけど。まあ、こういう関係性なんだ、ぐらいの感じのね、なるはずだけど。いやー、でもタイムマシンはどうせ作れないから、大丈夫よ。皮肉だよね。ね。なあもうこいつは。理論上はできるらしいね。いいよや、もや。ただ、帰ってこれなくなるみたいな。だから、俺ら行ったら、あっちが帰ってこれなくなっちゃうかもしれん。え、また一から FE しちゃうなんですけど、じゃあ入らんじゃあ入らん、うん、もう帰ってこれなくなっちゃうかもしれないから。じゃあわざわざ入らん。いろいろ言われてるからね。うん。だからちょっとタイムマシンはやめとこうかな。だったら入らないかな、うん。タイムマシンは作るのはやめます。はい、すいませんでした、本当に。結婚式は何ね、あ、何ね、結婚式はやるの、お前は。あ、俺は結婚式は絶対やる。俺は何の立ち位置にしてればいいの？俺は結婚式何ね、どんなしてればいい？俺はなんかホールとかやる？あ、皿洗いでも何でもやるよ。働く方？うん。あ、うんうん、大丈夫、普通に参加してもらえ。ちょ、働いていた方が面白くない？いや、面白い。両といないなーって言って、うん、もう2時間余興とかいろいろやった後に皿洗いしたっていう。ちょっと面白いなー。俺一切見ないで。あれやったらなんかこの花嫁と何？夫の、なんか、こうやってか、礼させる人。ええー、それ面白くないさ、帰り。面白くない？俺、音響とかさせる。だから、いないところ、俺が見えないところでやれば、あ、なんかちょっとミスったな、今、みたいな。ミスるなよ。音響さんちょっとバイトなのかな？ミスるなよ、普通に。俺が、いないところで。ああ、なるほどね、うん。ドリンカーとかギリいいんじゃない？は？
ドリンカー。ドリンカー、これ運ぶ人バレるさ。運ぶじゃない、飲み物作る人。あ、こうやってじゃあ、本当にこうじゃなくて、うん、あの、ソフトドリンクこうやって入れてから、あの、置いとくだけのスペースでずっとソフトドリンク入れてる人。あ、それぐらいがバレないのかな。ちょうどなんか良くない？そうだね。だって、なんか、あんまいかんじゃん。その結婚式ってアルコール飲む人もそれなりにいるわけだし、ソフトドリンクも自分から取りに行くってよりは、なんか、注文する人の方が多いじゃん。あ、なるほどな。だ、自分から取りに行く人って結構少ない。あ、で、結構端っこにあるから。バレンか。その立ち位置もなかなか。しかも暗いしな。うん、いいかなって思って。そうだね。上の芸人さんは暗かったら、ちょっとこうやって見えない、ね。そう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 、わかんないから。じゃあ、あれだね、伊佐さんと金城さんとかは騙す。絶対見えない。見えないかもな。わからないはず。で、あの人たちは絶対お酒飲んでるから。ああ、そっか。余計わからんくなって、うん。余計わからん。確定だね、うん。うん。いやー、もっとなんか、もっと、ギリぐらいの。ギリぐらいの。あ、わかった、帰り。何？あの、お祝い俺が取るよ、ちゃんと。預かる人やるよ。え、ん？お祝いの。お祝い。あの、ほら、ご祝儀。ご祝儀俺が。あー、うん、うん、大丈夫。で、いなくなっとくよ。あ、盗んでるってこと？うん。ダメ。ダメか。うん、だって結婚式めっちゃお金かかるから、そこで元取らないと。司会やるに決まってるだろ。大丈夫。なんで今のはかっこいい、あの、ありがとう、相方だなって思うところだと思うけどね、今ね。あ、そんな言ってああ、いや。やってくれるな。大丈夫。皆様、お足元がご悪い中、なんかごめんなさい。ああ、そんな司会はいらないです。今回はうちの、新郎と新婦の、あの、帰りと、何々ちゃんの、あの、お結婚の。間違ってるけどな、いろいろ。ものを、なんかいろいろ、ありがとうございます。うん、ご主義は何入れましたか？いや、聞くなよ、絶対に。ご主義何入れましたか？いくらですか？いくらですかって聞くなよ、絶対に。まあ、飲み物とかもありますので、単価はまたね、単価とかもありますけど。単価って何？単価、うん、あの、この、ドリンクの単価で一番高いのはやっぱビールですね。うん、いやいや、言うな、そんなこと別に。元を取るならビールかもしれない。なんてこと言うの？それでは、新郎新婦さんの入場でーす！やめてくれ。盛り上がらんだろ、そんな。大丈夫でーす。入れないよや、ヒルクライムの大丈夫。嫌い。入れないわよ。ふーじゃないわ。あ、司会マジで誰にやってもらおうかな、やると。だから、俺を入れねって言ってるだろ。ええ、司会には入れない。ええ、拍手はできる。じゃあ、司会じゃなくて、隣で、二人司会で。わかった、司会の隣にお前の席だけ用意しとくか、お前そこで拍手だけしとけ。もう誰だばこいつって。ただただ。なるだろ、それ。誰だばこいつってなるだろ、それ。ほんとに何もわかってないよ、ほんとに。じゃあ俺がやる。できそうだな。ちょっと考えさせて。誰だろうマジで。資格が必要なんじゃない？司会？ああ、いや、わかんないっすけど、多分そういう、だって僕の、なんか、なんだ？いとこ？おじさんのやつは、僕のはとこが司会してたんで、普通に一般のね。身内で全部やってたから。はあ。多分だからそんな、まあ、身内だったらいいのかな。わかんないけど。すごいね。まあ、司会はちょっと。考えますね。あ、リンクリンさんとかにお願いしようかな。お前リアルすぎるだろ。ボケれよ。お前リアルすぎるよ。一応面白かったぜ。あ、よかった。ありがとうございます。アリンクリン。あ、リンクリン。ねえ。ちゃんとやるはずな。ちゃんとやるはずな、一応な。うん、挨拶しに行ったから、うん、あのどこのあのカジノのオーナーかなと思いましたって言われて、いやそりゃな、ね、思うだろうな。最近僕が行った友達のところは純選手が司会してましたね。あーすごいねやっぱりね、みんな親戚だったらしくて、はあ、その同級生がね、大学のすごいね。だその結婚式場がね、コレクティブホテル、コレクティブ国際通りのね、上等のやつだよね。あっちすっごい上等だね。どこでやるじゃん、コレクティブ。でも俺今まで見た中でだったなんか結構コレクティブ個人的には、あ、まあガチでやりたいですね。ただ結構値段するんだろうなと思って。コレクティブは有名なって売れればいいじゃん。演出とか売れればいいじゃん。演出だってそんなのお前売れたら何度でもできるもん。いやじゃあ、ザンパホテルもいいよ。あ、ザンパホテルはな、あ、読みたん？だって帰りの親戚も多いっしょ？
で、俺の親戚もいっぱい集まるからさ。なんでお前の親戚いっぱい集まるば。いや、うちの相方。いやいやいや、お前の。大丈夫、ご主義は全部渡すから、帰り。いや、迷うな。で、みんな誰ってなるよ。誰ってなるならいいよ。うん、でも。呼ぶな、呼ぶな。いっぱいいっぱい600人いる。600人なんて、お前。うちの親戚いっぱいいるんだから別にいいよ、それ。それでもさ、パンパンにさせようよ。単独ライブみたいに。いやいや、ちゃちゃ。いっぱいパンパンにさせて。別にそんな。立ち見でやろ。テーブルいらん。立ち見でやらんだろ、結婚式。テーブル。立ち目でやる。みんな疲れてしゃあない。前説もやるかじゃん。立食パーティー方式でやらんばよ。ああ、もう何も分かってないよ。何も分かってない。ナハートでやろ。やらんよ。ナハートでやろ。なんで、ね、なんで急にナハート。座れるし。うん。うん。席も歌ってみんな見える。ちゃんと。階段式だな、ね、ちゃんと。ダンス、ひな壇みたいな感じ。多分、食事出せないはず。食事はしないぞ、そりゃ。一旦ホテルで食事やって、めんどくせえ。めんどくせえ。じゃあ、もう皆さんお腹満腹になって酔っ払ったところでナハートに行って移動しましょう。移動しないだろ、みんなもう。マイクロバスでみんな。みんなもうどっか行くだろ、チリチリ。いやいや、もう今からが二次会みたいな感じよ。二次会は別のとこ行きたいでしょ。二次会はまた。なんかそういう二次会用のさ、ステージでやりたいでしょ。あー、いいな、ナハート。なんで二次会がナハートになるば。ナハートでやるか、お前。100円ゲームとか言ってから。みんな100円握りしめて、隣の人とじゃんけんしてくださいって。絶対盛り上がるでしょ、お前や、お前。ナハートでやらんだろ。みんなガーってやって。あれ、ナハートだったら盛り上がらんばよ。ナハート以外のそういう二次会の場所だったらめっちゃ盛り上がるけど。ナハートだったら絶対盛り上がる。二次会やら。二次会やらせ。なんでやが決める。みんなおのおので行ってくださいって言って。そんなやるか、お前。いや、もうビンゴゲームとかしない。ビンゴゲームしないだろ、ナハートで。もういいよ。ナハートでビンゴゲームは贅沢すぎるだろ、なんか。で、最後みんな写真撮って、単独ライブだったみたいな感じ。俺、ナハートのお金も払わんといけんくなりやし、そしたら。それはもうもちろん俺は負担しないよ。しないし。代理がちゃんと。しないんだったら無理。はあ、もう何も。もっとまともなプランでいい。俺はそのぶっ飛んでなくていい。結婚式は。もうなんか、質素でいい。もうなんならもう身内だけでいい。じゃあ。はい、じゃあ帰りの親戚と俺だけ？なんでお前いるばや。はぁ、あ、寂しくない？先輩も呼ぼうよ。なんでお前いるばや。なんで？身、もう血の繋がった身内だけ。とかね。実はいとこだわ、木坂いとこ。違うよ。うん。うん、うん。みんないとこ。こんなバカないとこいない。待って！お前さ。俺のいとこみんな優秀。人にバカっていう説明できる？ちゃんと会社も立ててるし。俺も会社立ち上げようってとしたら立ち上げられるよ。いや、もう、ちょっと待って。靴下ヌンチャクしてる。靴下ヌンチャクだ。靴下ヌンチャク。やば。俺手出すよ。ポセイドンみたいなやつやめれ。本当だ。本当にもう。で、何、足立梨花がなんて？いや、足立梨花の話してないのよ。俺なんか今ずっと足立梨花のインスタライブ見ながら、キモいコメントをしてるやつ見て、あざ笑ってる。ああ、気持ち悪いことしてる。性格の悪いことしてる。足立梨花のインスタライブここで流そう、もう。だから足立梨花さんがコメントしてきた。あ、本当だ、足立梨花さん。本当だ。5人だけ一緒だよ。ハンサムさんのしこいは、本当にしこいです。しこい？ハンサムさんの。本当にすごいです。本当にすごいです。ようだけ。ねえ。もうようで全部書き消されちゃってますけれども。ねえ。リカッチも来てくれて、ね。リカッチって呼んでるんだ、しかも。リカッチ。ヨー。誰が処理すんの？はい、これ。いける？持ってきて、はい、いらないの。あ、そうですよ。ヨーとりあえず、はい。あとは、あとはジョジョと、司会とジョジョも、司会とシコリを間違えた。シコイ。これは違うだろ、なんで、シコイは来てる。司会とシコリは、いらん。ボケじゃないもん。面白くないもん。ええー、面白くないよ。処理してもらって。マッチングアプリのくだり。あれ面白いだろ、バカげろ。あれ面白いだろ、ぶち殺すな。ぶち殺すのはそのまま。ぶち殺すのも、まあ、とりあえずこんなもんで。こんなもんで、すいません。じゃあまだ、時間ある時に。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。メール来てるよ。やばい。そっち系の回収だったんだ。なんか、わからんけど、普通に燃えるゴミのゴミ収集の音で帰ってきよった。なんか恥ずかしいな。面白くないボケって燃えるゴミだったんだ。じゃあ、読みますか、メール。じゃあ、読みますか、じゃないよ。セクロもできたのか。リサイクルはできないです。とか書いて。
じゃあ、読みますね。ほら、お前のことバカにしてる。なんで俺のことバカにしてんの？どういうこと？なんで？もうえ。もう意味わからんけど、マジ。お、もうやめたい！やめないで。何？メール読みます。はい、お願いします。ラジオネーム、ポムリン。ポムリンちゃん。アイリさん、リョートさん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ラジオネーム、ポムリンです。ありがとう。日曜日のお笑い劇場、お疲れ様でした。そうだね。デコボコトラベリング2ヶ月連続サインおめでとうございます。私も見に行きたかったんですが、ちょうど先週の水曜日から高熱、喉の痛みと体調不良が続き、行けませんでした。昨日病院に行ったらアレルギー性鼻炎&蓄膿症でした。元気はあるんですが声が出なくなり、仕事にも影響が出てしまっています。次回の笑い劇場はハエバルだと、秋のりさんに教えてもらったので、絶対行けるように日程調整します。その時は写真撮りましょうね。ぜひぜひ。PS。アイリさん、歌うまい、デコボコの二人とカラオケ行ったら楽しそう。リオトさんのお箱は何ですか？ポムリンよりということでね。お箱は何ですか？俺何？いや、なんでもいい。なんか好きな曲でもいいじゃん。得意な曲だ。ふって答えちゃれ、いいんじゃない？答えちゃれ、いいんじゃない？答えちゃったらって言おうとしたの答えたらもうちょっと混ざっちゃこちゃっちゃったって。そうです。BTS とか。お前歌わんだろ、BTS。BTS とか歌います。知らん曲、何知ってるじゃん、BTS の。何歌う？ ワン、エビテン、ワン、エビテン、ワン。ない、そんな曲は。ない、そんな曲は。ない、そんなに。ウォーとかない。ない。そば。食い出したそばっちゅうみたいなのあったじゃん。お前、そんなじゃないから。ワン、エビテン、ワン。Fall everything, fall everything, fall everything. エビ天食べたい。いいね。こう、あ、沖縄天ぷらもいいけど、やっぱね、辛って。あとあれ、あれはエビフライっていう風に聞こえるから、エビ天じゃなくてエビフライに聞こえるから。バカにしてるお前。こんなアーティストさ、ダメだと思う。知らんけど殴っていい。そろそろ手出し。もう言葉画面外でやってね。言葉疲れたから。画面外で。喋るの疲れたから手出していい。手出していいってマイク越しで言わないでね。絶対に。もう。でも俺も悪いと思ってる。タイヤさんぶち殺すぞって言っちゃう。それは反省してるよ。もうとりあえず殴らしてください。両都のお箱か。とっとかハム太郎以外何がある？なんだばこいつマジで。もういいよお前。とっとかハム太郎いいよね。とっとか走るよハム太郎。あ、見てたハム太郎。まあまあ一応人並みにはとっとこう走るよハムタロ。ああもう、あ、もう嫌です。顔が歪んでる。うん、 こいつこういうところあります。ええ、ちょっと我慢してた。とっとこうつよ。今別に笑うの我慢してただけでしょ。何も言わないようにしようと思って口をグッてやったら笑いそうになっちゃったからそうなっただけで。ラジオだからなんか言えよ。いや、なんか言ってるかなんか言わなくていいでしょ別に。とっとか走れ、ハムタロいいよね。でも俺一番はピチコ野球部ですね。ピチコ野球部。あれ歌ない、あれ歌じゃないばい。あれ歌じゃない。はい、投げる、打つ、喋る。黙れ。投げる、打つ。喋る。フェラコ野球部出来上がっちゃったよ、もう。お前、下品すぎん。お前らが言うな。なんだば、フェラコー野球部ってやるか、お前。いや、やってたばよ、今。最悪だよ、お前。こっちのセリフだわ。もうよ、よ、しゃぶるしゃぶるしゃぶるよ。ええ、それが一番やばいっつってるばよ。ほんとに。失礼だよ。もう終わろう。もう、早めに終わろう、今日。終われんばよ。疲れたもん。行こう。ありがとう。はい、さーい、響き先生、やいびーん。お、シンシン。帰り、りょうと、キャンちゃんは、体調変わりないかい？多分、このラジオの時間は寝てるので、明日アーカイブで見ることにします。日曜日の笑い劇場の写真や、動画、醤油の、八王さんや、なおちゃんから、たくさん届いて、見てるだけで楽しそうでした。遠隔ツーショットもありがとうね。みんなの気遣いが心に染みる今日、この頃。私は毎日検査と運動指導を繰り返して、たまにジャン玉をしたり。うん、ジャン玉も始めたんだ。すごい。挑戦してるね。動画見たりして、なんとか気持ちを切り替えるようにしてるので、元気ではあります。先生よかった。
来週の火曜日が手術。そこ火曜日か。まだまだ頑張る。自分で決めたことだからね。なので引き続き応援してね。あ、そうそう、さっきなおちゃんが病室に来て置き土産を置いていったので添付します。あんまり長文だと疲れ、読むの疲れると思うので、この辺で。ありがとう、シェイシェイ。PS、主治医が私をベニーモタルトちゃんと呼ぶので、あだ名が病棟の看護師さんなので広まってる響き先生でした。早くない？もう、広まって仲良くなるの。シェイシェイ、元気になれる、ね、紫だからね、髪の毛ね。三人の元気になれる曲を最後に教えて、本当にまたやーということでね。ねえ、もうね、うん、元気になる曲、さっき言った通り、ピチコや曲ですね。いやいや、それ曲じゃないばよ、うん、あれは。CM だろ、あれは。元気出たー。で、出たよね。何があるかなー。元気出る曲っていっぱいあるからな。うん。ガチで、ガチ、もうボケなしで三人でガチで選ぼう。いいよ。ガチ選べしよう。うんもう大丈夫おば設定やし、はい終わり。大丈夫じゃない。ルクライム大丈夫。大丈夫聞いても大丈夫じゃないばよ。お前はな。僕が、元気になる曲は、うわ、ちょっといっぱいあるな。夕焼けとホタルって聞いたことある。ん？トットコハム太郎？夕焼けとホタル、トットコハム太郎全然違うだろ。ちょっとごめん、わからん。まあ最後に太郎がつくのは俺トットコハム太郎しか知らん。じゃあ、おい、夕焼けホタルって言ったんで、太郎って言ってないよ、お前。ホタル？ホタルって言ってたよ、今。ごめん。もうめんどくさくなってる。いい。俺は、最近、ガチで考えてるよ、今。いいなって思うのは、はい。はい。わかりました。え？怖い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 。え？アルクサが反応しよった急に。わ、はい、かりましたって言ったら、トゥルーンっていう。怖っ。いや、アレクサ、バカだもんな。バカがバカって言うな。はい。アレクサ、帰りどうにかして。お前アレクサ、反応するから。こいつ誰にでも反応する。ねえ、アレクサって言うからでしょ。そう言うと。アレクサ。もう反応するから、誰でも反応するから、こいつ。アシクサ。反応いや、優秀やしや。こいつ。いや、アレクサ、優秀やしや。ダメよ。稲川淳二。稲川淳二って反応しない。ってやったらもう俺、もう、叩いなるか。頭良すぎだろ、携帯。めっちゃ叩いでも曲だけ教えておきましょう。はい。僕は、インフィニティ16フィーチャリング、ミンミ&、これ誰だろうな。真夏のオリオンです。いいね、デフテックのマイウェイね。めっちゃいい。言ってないデフテックさん、あの、ハモリいいよ、ね。言ってないですよ。言ってないです。ミンミなんていう、どんな歌聞かせて知らないこれ。あ、これ嘘か、音流しちゃダメか。ちっちゃな音で、ほら、うん、聞いてじゃん、ちょっと。これ聞いたことあるでしょ、絶対。デフテックサンシェーマー。いや、デフテックやし。あ、10フィートだ。あ、10フィートか。インフィニティ16フィーチャリングミンミ&10フィート。真夏のオリオン。あーね。違う。あー2分切ったよ。あー。わからんけど、ちょっと7ちゃんのやつ。あー、そう。あーは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 ー。あー。あー。ちょっと奈々ちゃんの読みまーす。サザーンビーチに連れてって。それね。しょうがねー。それ分かった。ちょっと読まして。BG レベルに下げて。BG レベル。デコボコトラベリングの。あれはシャーツ読めない。やばい、あと1分半だから。あ、そっか。デコボコトラベリングのお二人さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは。ピーさん、スヌーピーナッツ、奈々でーす。あ、これ俺があれじゃん。ケンさんのやつで。あ、やったの、ちゃんと見てくれてるんだ。ね、ですーって、先週の日曜日に行われた、ふいし笑い劇場、おちゅん、ネタも企画も楽しかった、終わった、あちょー、うん、りょうとりん、写真撮っていただき、ありが、とんとんみー、いえ、とんとんみー、隣の番組だからし、あんまり。ありが、とんとんみーね。カイリンゴ、探したけど、見なかったなー。お前また、隠れてた。俺、アンケート回収してました。はい、絶対違います。アンケート回収して。証拠は見つけてない人が悪いです。証拠は続いて、ミーが身長低いから見えなかったはず。渡したいのあったケロン、わちゅれてた。次回渡すね。以上でございます。ありがとう。でも、ななちゃんさ、うん、あの、笑ってくれてたりしたわけさ。あ、そうなんだ。ありがたいですね。俺に受け入れてくれて。ああ、もう、ありがとうございます。本当にね。来週もまた聞いてください。じゃあ、ここまで。あ、バイバイ。
ちょっと、そうそうそう。サザンビーチに連れてってしょうがねえなんて言ったのに、なんで本意気で歌ってるアロハシャツ着ちゃって、そうそうそう、それね、それそれ、気のないそぶり、やばい、やっぱこれヤンキーがやってた曲だから、こいつめっちゃ知ってる、オレンジジュースヤンキーがガラケーでこうやって流してたやつ、売れた胸ドキュー。あーね、気に借りた小さな車、小さな車って言った。こいつらさ。そうそう、これ、これめちゃくちゃね、流行ってたんすよね。僕は、最近、なぜか知らんけど、コンビニで。なんでお前まずこんなレゲエ聞くようになったの？あ、俺前からこれ聞いて。本当に？で、真夏のオリオンと真冬のオリオンがある。じゃないですか。あ、あるあるある。真冬のオリオンがなぜか知らんけど、近くのコンビニに流れてて。ヤンキーなかった？なんでなんで？そこヤンキーなかった？こコンビニなの、この、館内放送。だから、そんなことある？どこのコンビニ？うるましだよ、絶対。ちょちょちょ。俺の家、だから、ギノワンじゃん。招き猫の隣のコンビニ。あ。でも、おかしいさ。冬だけど。うん。いや、絶対有線流してるでしょ。誰かなんか、勝手にイヤホン流してる。だから、Bluetooth かなんかで。ちょっとね、そう、真冬のオリオンがなぜか流れてて、うわ、夏って思って、その日、めっちゃ、耳いっぱい、懐かしい曲いっぱい集めちゃった。ちょっと、帰りのセレクトする曲の中で、うん、俺がメンタルコントロールします。メンタルコあなたの中に動物はいますか？動物の名前した人はいますか？動物の名前？あ、いますね。わかりました。アーティスト当てます。はい、それは、沖縄にゆかりありますか？その動物は。動物？動物。動物はゆかり。アーティストなんだよね。ゆかりないかな。みんなが知ってる曲ですか？ああ、まあ、アーティストですか。みんなというか、まあ、僕ら世代の人はやっぱみんな知ってるかなって思いますね。わかりました。ゾウさんですね。違います。ペンギンだろ？わかるよね。どうせわかる。ペンギン飛べない鳥。イェーイ、飛べない飛べない鳥。お前適当に乗るなよ。イェーイ、取れない取れない。LG モンキースとか、ね。LG モンキースね、山猿ね。うん、KG とか、ね。KG ね。クスオとかね。クスオね。クスオだったら何だよ。疲れうちに帰りつける。ああ、それもある、それもある。うん、コンビニ弁当、あとは？あとは、ティーナカリーナとか。ティーナカリーナ。ない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 。カリカリ。ティーナカリーナ知ってる？俺らのね、ヤンキーのな。じゃあ、お前のヤンキーと、また別なのに、地域が。いや、でも、ティーナカリーナはさ、小さい音で。これとかめっちゃ有名な曲。それが多分一番有名な曲。ん？知らない。これ知らない。あ、マジで？うん。これね、うちのね、ヤンキーですごい、これサビ、今からサビ。これめちゃくちゃ有名だったの。変化。知ってるやし。知ってるやし。あんたがおらへんから、私今日夜遊びちょっとしようかなってホステス行こし。じゃあ違うけど一応そんな曲。そんな感じだよね。うん、もう懐かしい曲がね、今いっぱい入ってる。いやいや、まず、シンシンの、シンシンに曲？俺あれですね、青山テルマの生きてるだけでご褒美ですね。この単独ライブ、去年の単独ライブでやって。元気で出すっていう。生きてるだけでご褒美っていう曲、俺マジですいい曲だと思う。もっと人気出ていいと思ってる。でも、確かにめちゃくちゃいい曲だったね。うん、俺も初めてあんと聞いたけど。これはもう、他になんか好きな曲ある？あれは？あれは？出会いはいつも突然すぎるくらいに、みたいな。わかんない。わかんない。今俺が作ってるんだけど。お前が作ったんなら知らんだろ、絶対に。嘘。あれでもその、マジ当時、KG とか、動詞 T とかね。ああ。ああ。はんにゃ。はんにゃやっちゃったーでね。あ、ソナーポケット。ソナーポケラツ !100 回くらい。そうそう。
ソナーポケットはね、俺の友達の金量がめっちゃ好きだった。金量夏いいですね。ずっと流してた。ソナーポケー。ハジとか。ハジね。キャラメルペッパーズ。キャラメルペッパーズねー。なんでペッパーかける必要あるのかな。なんだよな。一応な。ウェディングソングね。まあ、ペンギンだよね。世界で一度のシンデレラ。あ、違う。それ世界に一人のシンデレラ。